皆さんこんにちは。トルコのイーネオヤ研究家野中郁美です。今日はタウシャンルのイーネオヤスカーフの端の処理の仕方をご覧いただきたいと思います。イーネオヤをされている方でもスカーフを作っていないと、そのスカーフの端の処理っていう意味がね、なかなか理解していただけないかと思うんですけれども、あのスカーフ、ヤズマですね。ヤズマというのは本当にあの反物を切りっぱなしにしてありますので、両方のこちらのサイドは耳があるとしても、こちら側は上と下ですね、こちらは本当にただジョキって切っただけの形になってます。でそれの端処理をしつつスカーフとして、でさらにそこに親ですね、装飾をしたというのが親スカーフの始まりなんですけれども、その昔ヤズマというのはどのように売られていたかと言いますと、これですね、こういう形で紙の中に畳んで入れられて売られていました。でこれはヤズマ自体がとても薄かったし、扱うのがね繊細なものだったということから、必ずメーカーさんの方でバスク工房の方でこのような形で一枚一枚紙に包んで売っていたんですね。でその方からこのヤズマに関しては、昔はキャート1ヤズマという呼び方をしていました。これキャートっていうのは紙のことです。1っていうのは中のことですね。つまり紙に包まれたヤズマのことです。それはこの形から名付けられたものだと思ってください。例えばこれはオズギュレル、これはですねイスタンブールの工房ですね、のものです。でこちらにもちょっと工房違いなんですけども、それぞれ独特のねデザインでモチーフ作ってますけども、同じように紙の中にヤズマを入れています。こちらもですね、これもイスタンブールの工房さんですね。こちらは、ハスカレム、これはよく古いねヤズマなんかだと見る名前です。ハスカレムのものです。このような形で入って売られていました。でこれをちょっと取り出してみますね。でこれを取り出してみますと、このように開いて、両端は耳になってます。こちらからほつれることはありません。でこちら側は本当にジョッキリ切ってあるだけだったので、こちらの方をね、地域とか人によっても多少やり方違うんですけども、このようにちょっとくるくるっと巻いた形でこれを糸と針で押さえていき、まず縁飾りですね、縁飾りっていうか縁処理をしていきます。でそこにさらに親をつけたりするんですけれども、タウシャンルのイーネオヤの場合、ご存知の通り1個がブローチサイズの大きなもの、これを40個つけます。さらにその土台となるブレードの方 もかなり大きな分厚いものをしっかりつけますので、このスカーフの縁処理をするときもね、普通の縁処理の仕方だけしちゃうとちょっとその親に耐えられないというか持ちこたえられません。なので中に1本芯を入れまして、でかなりしっかりした土台を作り、さらにそこにブレードをつけられるようにしてあります。で今回の映像はそのタウシャンルの縁の処理の仕方ですね、それをご覧いただきたいと思います。
かがでしたでしょうか。タウシャンヌではこのように糸を芯にしてスカーフを巻いて端処理をしてあります。これはね、タウシャンヌのその父親と呼ばれる大きな親をつけるための処理の仕方の、ね、なので、必ずしも全ての親スカーフがこのように処理されているとは限りません。もっと普通に単純にね、縫うだけっていう場合もありますし、また最近になるともっと簡易化されてしまって、ミシンで縫った親スカーフですね、矢妻に親をつけるだけという例もあります。これはもう時代の流れですので仕方がないことですけれども、まあ、こういった大きな親を作る場合、土台をしっかりさせるためにはこういったような縁処理の仕方もあるということを一つ覚えていただければと思います。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。ではさようなら。